ギボ先生2よー、ギボ先生の皆さん、ハイサイ、ギボレール、今週はですね、三重橋駅、行っちゃいたいと思います。ここもいいよ。それではスタート。はい、今日は三重橋駅から乗りますよ。三重橋駅見えますか？ちょっとギリ看板が見えますが、そして僕の行きつけで宝が来てもあります。沖江通りはね、そのまま国際通りに出れますんで、結構いろんなところにアクセスしやすい駅です。三重橋駅は新緑十四という沖縄の童謡民謡が流れておりました。これもね、非常にこうポピュラーな童謡民謡なんですけども、歌詞今聞きましたかね、灘草々って歌詞出ましたよね。有名な灘草々って曲ありますけども、実は昔からね、沖縄では灘草々っていう言葉を使ってました。この歌詞の中に出てくるぐらい、その涙ポロポロっていう歌詞ですね。この歌詞で言うと、この煙が煙たくて涙が出るよっていう歌詞がから始まったりして、で、今日の夕飯、今日の夕飯は何ですか、お母さんお父さんっていう話をしながら、沈黙ジューシー。ジューシーというのはね、知ってる方もいるかもしれませんが、沖縄の炊き込みご飯、または雑炊みたいなのをジューシーとも言ったりしますけども、沈黙ジューシー。芋の種類が沈黙というみたいなんですけども、その沈黙ジューシー、芋の、炊き込みご飯ジューシーが今日の夕飯ですよという歌詞から始まる有名な沖縄の童謡民謡がこの駅では使われております。僕も非常にこう大好きなんですけどね、何かこう子供の頃を思い出しますね。この沈黙ジューシーもですね、また、曲別でね、動画、歌ってる動画出しますんで、よかったら聞いてみてください。三重橋駅は沈黙ジューシーでした。バイバイ。Awesome.